さあ、ハルさん。もう飲んでますよ。飲んでるね。飲んでる、また今日も飲んでますけど。1年ぶりにこの季節がやってまいりましたよ。あ、もう1年経ちますか？ハロウィーンです。ハロウィーン。ああ、全く普段意識してないですね。ハロウィーン。なので、ふさわしいゲストを今日、ハロウィーンだけど、俺は、ちょっとなかなかサマーな格好ですね。どうこれ。ちょっとバチ当たりな。めちゃめちゃ不評だった服を着てきた。ね、会社でもうちの妻と結婚する前の、その妻の友達や妻からも一番不評だった服を選んできました。柄が悪いでしょ。柄が悪いんじゃなくて、あの人大丈夫？ということで、ハルさん、はい、じゃあ今日のゲストを紹介してもらっていいですか？はい、今日のゲストはこちら。ででん。はい、もう3回目なのかな、しおんさん。3回目のしおんさんと、珍しい、原田は初ですね、3回目は。はい。と、ある意味、原田のバーではないんですけど、おなじみ、キキワンの2名でございます。で、真ん中空いてるじゃないですか。空いてるね。空いてるんですよ。これは、こう、ディスタンスじゃない。違うんですよ。今日もう一人来るんですよ。あ、もう一人来るのか。ちょっとなんか羽が取れたとかで。羽が取れたって時点でもうなんかわかるじゃないですか。ちょっと遅れてるんですね。大体誰かわかるんです。ちょっと遅れて、もう来ます。ちょっと呼んできます。あ、一杯目どうしますか？あ、そうそう、飲み物。何？私、トマトジュース。トマトジュース、はい。トマトジュース。あ、それやっぱりこう、血を欲してる。欲しいね。血を欲しい。血を欲してるんだ。キヨン。リンゴジュースで。リンゴジュースで。はい。キヤリンゴジュース。かわいらしい感じの、ね。はい、じゃあ、二人とも日本酒でお願いします。はい、日本酒。濃いの、濃いのないか。お、はい、すごいノックオン。どうぞ。お、いや、詰まってる。いや、詰まってる。当たり判定がでかいんじゃなくて、いや、羽に当たり判定はない。ゲーム上はないから。じゃあ、こっちね。はい。こっち。あ、申し訳ない。聞き案の後ろ通れるかな。通ってもらって。そっち。青くんか。いや、青くんが来るとは思った。これはまたもう偉い。じゃあ、てか、あの普通に引っかかってるから。実際当たり判定ないです。実際、はい、そう、当たり判定ゲーム上はないはずなんだよ、はい、ようこそいらっしゃいまし。ようこそいらっしゃいまし。はい。わあ、すごいね。いや、素晴らしい。ようやく来れましたけど、うん、なんかすごいね。もうなんか今まで見たことあるからね、逆に俺。あれで何回か番組で名前だけ出して。そう。逆にハードルが上がってちょっと気づかなかったです。いや、もう、すごいですよ。もう、もうなんか見ちゃうな。見るなぜか見てしまいます、ね。いますよね。ちょっと。さっき 2P エリザが揉んでましたからね。揉みたくなるってところ。どういう番組なのこれ。うん、触りたくなるね、これね。思わずね、はい。ちょっといいですかって言われることやっぱ多いんじゃないですか。まあ、ある程度ありますね。ああ、なるほど。僕は全然、OK なんで。はい、ね、OK だったらいいけどね。うん、いや、いいけどね。なんですけど、ね、うん、なんか俺はな、変な方向にしか話がいかないの。いや、この3人が並ぶ、ね。いや、これ結構強烈。強烈。なんで目が行くんだろうな、こんなに。強烈です。不思議です。はい。不思議だ。ハンさん、あれ、本当。ドリンクが、はい、デビジンさんが。ああ、そう。何を飲まれますか？とりあえずプロテインで。もう完全に用意された定番ギャグじゃないですか、これ。あ、じゃあ、乾杯しましょう、皆さんで。せっかくなんで。はい。おかしいでしょ。すごいな、これ。こんだけで酒飲んでるのは俺だけですよね。はい、それではようこそいらっしゃいませ。原田の場合、乾杯。乾杯。バーでプロテインを出さないけどな。あ、そっか、それグローブなんだね、それも。そう、ちょっとイベントとかだとすごい困るんですよ、うん、困るよね、スマホね、触れないもんね。タッチペンでこうやってますもん、ね、なるほど、そういう工夫があるわけだ。やっぱりコスプレイヤーの知恵というか。あ、そっか。すごいな。ゲーム中にないはずの当たり判定がやたらと、かずみをさっきからこうチクチク攻めるっていう。これ、ね、日常に下ろすとデビジンこうなるってことですよ。すごい迷惑なキャラクターだったからね、これね。
コスプレの話で言うと、うん、2P エリザがこの衣装できたんだっていうふうにツイートしてて、ね、そうそうそう、ツイートねしてて、また自分で作ったんだよね。1170ぐらいね。すごい。いいね。すごい。しかもちょっとバズっちゃった。ここはね、ここはあの紙なんだよね。トイレットペーパーなんだよね、実はね。衝撃の、はい、うん。でもなんかコスプレ界ではトイレットペーパーで調べると割とあの後調べたんですよ。うん、割と割とあることらしくて、あ、よかったと思って。逆にトイレットペーパーシオンさんだけだったらどうしようと思ったんだけど。トイレットペーパーで固めるらしい。そうなん、加工しやすいんだって、やっぱり。はい、あ、そうなん、かつ軽くて安くて加工しやすい。これ3拍子。そうです。で、キキマもよく使う？そうですね。あ、そうなんだ。ったらトイレットペーパー。うん、あ、そうなの。新聞紙とかね。昔は何でも新聞紙だったんだよね。で、だんだんなんかこう、形状が難しくなってくると、やっぱこう、トイレットペーパーの方が形を作りやすい。うん、しかも、持っても持っても、そんな重たくならないですよね。だからいいらしいです。うん、これでもこの3人が仮に海外にコスプレしに行こうぜってなった場合って、原さんの研究所これ持ってるの大変なんですよね。いや、これは大丈夫かな、この衣装。角も、あの角も。うん、大丈夫、大丈夫。うん、だってこれ預けちゃえばいいの。あ、そう。だってこれ、さすがにこれ、その角何製なんだろう、木？あ、これは、工作用紙ですね。ああ、じゃあ大丈夫かな。だからこれはもっと、本当に硬いもんだったら、うんうん、これ機内持ち込みはやめてくれって言われる可能性はあるけど、うん、でも預け荷物だったら大丈夫だから。ああ、そうなんですか。コスプレはみんな預けて、うんうん、たまにああいうコミコンとかだと空港で税関とかでセキュリティチェックで上げられて恥ずかしい状態の人いるけどね。恥ずかしめを、うん、恥ずかしめを受けてる人がいるけどね、これ。海外にコスプレ行った時に、うん、なんかモデルガン持ってきちゃった人がいて、あかんね、もう捕まってました。そう、それは笑い話じゃなくて、ゲーム業界だとあのダンテの、あ、うん、カプコンさんのね、あのデビルメイクライのダンテをやりたくて、うんうん、どうしてもあの銃を持ってきたかったんだろうね、うん、あれが結構ダメですって跳ねられてる人とかいたね、うん、僕前ゲームショーで、うん、デビュー陣やった時に、うん、ゲームショーってその衣装の大きさに規定があって、確か110センチ以上がダメで、あの羽がちょっと大きいんで、これもやっぱ衣装なんでアウトですって言われて。え、どういう意味？110ってどこで測って、幅がってこと？幅なんですよ、ね、はい。一番長いところ。あ、そんな規定あんの？まあ、ちょっと110はちょっと。わかんないけど、東京ゲームショーってコスプレの規定あんの？ありますよ。規定がゲームショーは厳しい。そう、ゲームショー厳しいです。あ、マジで？うん、俺、うちの会社セサのあれなのに、分かってます。そうなんだ。そうそう。でもそれをなんとなく予想してたんで、うん、あのドン・キホーテであのなんか小悪魔用の可愛いのを念のため持ってってたんですよ。で、それでやりました。女子もすごいですよ。あるえ、もう女子の更衣室の中に、まあ、女のスタッフの人が立ってて、うん、でも下何履いてますかとか、ストッキングつけてますかとか、あ、素足はダメですよとか、ちゃんとめくってくださいって、いわゆる店パン的な、あの大丈夫なやつにしてくださいよっていう、はい、あ、うん、あるの？そうで、なんかヌーブラちゃんとついてるかみたいなのとかも、ある意味ちょっとそういうことを気使わない人とかもいるから、うん、ちゃんとそういうことやるってこと？そうです、ね、そういう世界があるんだ、俺知らなかった。あ、そうなんです。こんなにむしろね、主催側ではないけどもあるよ。ゲームショー一番厳しいですね、多分。そんなのあるんだ、うん、え、東京ゲームショーその更衣室っていうのがコスプレする人はこちらっていうのがあるの？あります、あります。もう更衣室料を払って。払うの？そうそう、でコスプレをしてっていう。あ、もちろんあの入場料も払ってっていう。え、あれ更衣室料金があるの？そうです、そうです。どういうことなんだろうな。ある意味ゲームショーを盛り上げてくれてる人だから、割引があってもいいぐらいなんだけど、ね、なんか昔はそうじゃなかったんですけど、うんうんうん、まあなんか更衣室用意してもらえるようになって、うん、まあ、スタッフさんもいっぱい、そうかそうか、人もかかってるし、はい、あとクロークとかもあるんですよ。ああ、そうかそうか、あの貴重品を、そうですね、うん、あの大きい荷物預ける。あ、だったらいいね。あ、まあそれは、うん、でもいいね、うん、いいのかな、うんうん、コスプレのハードルが上がってる気もしないよね、うん、めちゃめちゃ上がってて今、うん、その入場料プラスその更衣室代を取られちゃうから、もうめちゃめちゃ高くなってて、昔はなんか1000円とかね、1500円とかで参加できたのが、もうなんか
どんどん高くなってるっていう。いいことを聞いた、分かった。今それでピンときましたよ、うん、じゃあこうすればいいんだ今度から東京ゲームショウに鉄拳のコスプレしてきた人は、うん、俺らバンナム側が補助金を出して、すごい。むしろその更衣室料は、こっちが立て替えます。で、加えて、例えば入場料が、なんかいくら半額になるとか、うんうん、そういうのがあったらみんなコスプレしてくるんじゃない？めちゃめちゃ嬉しい。嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい。それいいじゃん。いいっす。あ、そう、全然予算切れるから。いいの、そんなの。だって、だってそれでかかる。いや、それでさ、なんか、いや、それでね、なんか10万人がしてきたら、俺ら多分予算オーバーしないけど、それはありえないじゃないですか。まあそうですね。うん、コスプレ自体がさ、すごい少ないんだから。うんうん。それぐらいだったらいいんじゃないかな。まあ、問題は、これを鉄拳のコスプレとみなすかどうか判定が難しいですね。出ましたね。うん。そこが。なんかね、急に上脱いだだけでカズヤですとか。いや、それはダメですみたいな。じゃあ、写真送って登録、事前にしてもらえば割引ですよっていうのはありかもしれないね。事前写真審査で。そんなことしてくれるとこないですよ。いや、でもそれ、でもさ、同じ、だってさ、これ考え方一つじゃないですか。だって、じゃあ、ちょっと今年はじゃあ、例えば、鉄拳8の発売だからとか、ストリートファイターの発売だからってなった時に盛り上げたいでしょ、そのブースを。うんうんうん、で、変にたくさんキャスト雇うとさ、うん、すごい高いわけですよ、あれって、うんうんうん。ステージモデルって、そうですね。ね、周りに立ってる、いわゆるコンパニオンさんって言われるのと、うん、ステージモデルってさらに値段高いじゃないですか。うんうんうん、だからそれで考えると、その人たちをたくさん揃えて、盛り上がってることを演出するよりも、うんうん、むしろコスプレして来てもらってブースの周りを囲んで見てもらった方が、うん、メディアで写真撮られた時もなんか盛り上がってるなっていくことができる。これマーケティングなわけじゃないですか。おー、すごい。マーケティング予算を出せばいいわけでしょ。やったー。でしかもそれが例えばよ、じゃあ東京ゲームショウのコスプレのためにマーケティング予算1000万割いてやりましょうだったらえ、プロや取った方がいいんじゃないみたいな話になるけど、今のこいつの料金だって数百円でしょ。1000円ぐらい、1500円とか、そうです、1200円、うん、数百円ではない、数百円ではない、1000円ぐらい、1000円は超える、うんうん、1000円超えて入場料500円引いて1人頭1500円とかで考えればね。だって交通費は出さないでしょ。交通費はさすがに、なんで1000円もある。だからそれはじゃあ事前審査やった場合はそれぐらいやったらいい。あ、うん、そう、あ、何？いや、なんか昔、あれなんだっけ、KOF のコスプレコンテストみたいなのがあって、うん、でそのコンテストに出てくれた人は、うん、このゲームショーの入場料と、まあ、更衣室代無料みたいなのあった気がする。あ、本当？そういうのあった。そういうのあったわとか言う。それだ。いろいろあったわ。さすが SNK さん。そういうのあったわ。さすが SNK さん、さらに資本が今、中東のサウジアラビアの資本だったからもっとすごいから、ね、そうなんだ。今までこう一番印象に残ったコミュニケーション、コミュニティからの言葉ですごい感動したとか印象に残っている言葉だったり、あと自分のコスプレをした衣装の中で一番インパクトを与えられた衣装が鉄拳関係なしにどれだったかっていうのをちょっと一人ずつ聞きながら、うん、だから印象って言ったら、リアクションが、みんなのリアクションが大きかった。まあ、昔コスプレサミットっていうのを見たときに、うん、デスノートのコスプレしたんですよ、うん、コスプレサミットっていうのはまだやり始めた頃だよね。多分2回ぐらいでしょ。あ、うん、もっとやってる時、まあ、3、4回目のかな、うん、の時にデスノートのコスプレをしました。え、デスノートなんの？デスノートあのノート、そうデスノートのコスプレをして、うんうん、どういう状態なの？まあ、2人ペアなんですけど、うんうん、まあ、友達に矢神ライトをしてもらって、私がデスノートで、うん、でデスノートに、まあ、裏から名前が浮かび上がるように、うん、仕掛けして、で舞台上で披露するみたいなのをして、うん、でそのノートが流行ったんです。ちょっと見たい。どういう状態なんだろう。まあちょっと意味わからないですよね。どういう状態なんだろうな、見たいな、それ、うん、それが結構、まあ、なんかこう、まあ、それは SNS でもすごい、そうですね、準優勝したんですけど、うん、
そこで2位だったんだ、まあ、はい。でその後に、うん、まあ、なんか外国の人とかからもう君たち の, そのパフォーマンス見てもううちはみんなこれの真似してるよみたいな感じで言ってたり、うん、まあ、なんか現地外国の方いっぱいいたんで、うんうん、なんかジーザスとか言って生ジーザスを聞いたみたいな状態で面白かった。発想がすごいみたいな感じになって、そこそこあの、はい、ちょっと金ちゃんの仮想対象的な感じだったんだね。そうですね、考えてるわけだ。今年のハロウィンどうしようかなって考えてる時にちゃんと浮かぶんだ。そうそう、あ、なんかカワハロっていうのがあって、うんうん、まあ、なんかでっかい大きい仮装の、うん、なんだ、仮装行列みたいなのをやるとこなんです、うん、パレード、うん、でそれで何がいいかなみたいな、うん、変わってるね、ヒキワンってなんてそんな思わないでしょ、普通ノートになろうとは思わないじゃない。いや、なんか思わないですね。思わないでしょノートだと思ったんでしょ。デスノートの時はあのリュークがいいなと思って、まあ、普通そういうふうに考えるよね。でライトでリュークいて、じゃあデスノートだと思ってる、うん、あ、そうなんだうん、ちょっとバカなのねでもやっぱちょっと飛ばした方が面白いものできますよね。あ、じゃあ、でもちょっとなんだよね、俺の聞き案のイメージからするとそんな風に見えない、なんか面白がられたいとは思ってるように見えないんだけどね。面白がってほしい、面白がられたいんだ、うん、おー、意外意外。原さんのイメージはですよね、昔からすっごい常識的な、これはこの子は だからなんていうの、そのある意味バンダイナムコとしてもお仕事お願いしたりとかしてたこともあるわけじゃないですか、うんうん、大会とかで。でそうするとそのもちろんあのバックヤードにもいるし控え室もいるわけじゃない、うんうん、だからその表に出てる時もまあ裏も見てるわけだけど、まあこの子は常識的な子だなって思ってたよ。もう俺はそれはすごい思ってた。あの喋ることもすごい常識的だし、でもまさかそんなね、うん、スマートフォンになってるとは思わなかった。なんかそういうフェチがあるのかなみたいな。家でもなんかこう筆箱ダンボールをかぶって筆箱とかって一人で1時間ぐらいやばいやばい、やばい、それはやばい。ギュッて入ってなんか出てきて筆箱になっちゃったとかしてるのかなと思うと怖いなそれはないです、ちょっと怖いなって。じゃあそのテーマで言うと青さん何かありますか、うん、その僕はあのコビ売るわけじゃないんですけど、はいはい、初めてその鉄拳コースやったのがあの、うん、通常の風間陣だったんですけど、うんうん、それを、まあ、ワンダーフェスティバルっていう、はい、フィギュアの造形を売ったりするイベントでやって、うんうん、なんかリアル人のフィギュアみたいなやつがいたみたいな感じで、うん、ちょっと僕じゃないあの写真撮った人が上げてくれたツイートが、うん、まあ、それなりにバズって、うん、なんかちょっとまとめサイトとかにもなんか俺それ見た気がするわ、それ見たわ、うん、それ見た6年ぐらい前だよね、うん、7年前ですね、うんうん、それプロジェクト内でも結構話題になってた、うんうんうん、似合ってた、うん、だからプロジェクトの人はみんな知ってますよ。あ、本当ですか、うんうん、その頃、今って結構体鍛えてるんで、他にも結構いるんですけど、当時ってそんなにいない、いない、いない、いなかったし、うん、そでも どっちが先したらなんか変だけど、はい、どっちが先だったの、その体鍛えるのが好きでったんだったね、違う。鉄拳自体は4歳の時初めてだったんで、鉄拳の方が後で。4歳?4 歳の時に、なんか家に初めてゲームが来た時に、その家に初めて、なんか父親が、なんか会社の知り合いからゲームをもらってきて、でその中に鉄拳があって、でその時はなんかもうひたすら CPU 戦でアーケードモードクリアしてエンディング見るためにやってたみたいな感じだったんですけど、だからもうコスプレとか体鍛えるよりも先に鉄拳でした、ね、うん、いやーすごいね。だからねえ、ゲームで俺らモデリングしてるけど、ゲームのキャラみたいなモデリングになるんだね人間って。うわ、次これ維持するの大変だろうな。食事とかやっぱり結構気遣ってる。まあある程度は気にしますね、うん、そんなになんかもうあの鶏の胸肉とブロッコリーとなんかオートミールしか食べないから、うん、そんなレベルではないですけど、うん、まあある程度。なるほど。で、あと結構コスプレの前にやっぱ仕上げたりするんで、わー、常になんかバキバキにしてるよりなんかコスプレに向けてみたいな。あ、いいね、いいね、ちゃんと目標があって。そうです、スポーツ近いね基本的になんかそのコミケが自分の中で一番メインなんで、なるほど夏と冬に1回ずつ減量するみたいな。あ、じゃあシオンさん一番こう反響があったのは、反響あったのはやっぱり
最近なんですけど、うん、この 2B エリザ、あエリザはやっぱり反響ある、結構海外に反応が、いやそうなんですよ、いやエリザ実は日本もファンは多いんですけど、うん、日本ってある意味その反応したくても言わない人もいるんですよ、うん、海外の人はもう画面の前でうわーと思うと言っちゃうらしいんだよね。なんか結構引用リツイートとかでなんかコメントがすごくって、うん、このエリザに対してのなんかリアルだったりとか、うん、いやリアルってあのみんな誤解してんだけどリアルのエリザいませんから、ね、お前は何を持って何を持ってリアルって言ってるの。あそうだからテイラー・スウィフトっていうリアルがいてテイラー・スウィフトの格好をしてうわリアルだっていうのは分かるけどエリザいないからね、うん、そうか、あそうすごい反応があったんだ。そうですね、リアルだとかとどういうことで、あなんか他のこのエリザの他の衣装をしてほしいとか、うん、カスタマイズできるもう一個衣装があるんですけど、うん、そっちの方やってほしいとか、なんかこれからも楽しみしてますみたいなのを英語が結構多くて、うん、あとポルトガル語とか海外でのコメントがすごい多かったですね。そうなんだ、今までアニメとかゲームしてても日本の中とかだとこう仲間内とかからこう反応もらうことは多かったんですけど、うんうん、海外勢にここまでこう注目がこうもらえたのはエリザが初めてです。そうね、エリザは使う人よりも見る人が多いキャラなので、うん、すごい好きな人多いんだよね、うん、女性にも人気なんですよ。めっちゃ可愛いと思います。可愛い、女性にすごい人気なんですよ、エリザ、うん、そもそもそういうなんていうの、ああいう吸血鬼系とかサキュバス悪魔系は、うん、あの好きよね。女子あれ何なの、何でしょうね、なんかこうミステリアスな感じが結構好みっていうか、ミステリアスな感じか、はい、寝るけどね、すぐ寝るエリザはすぐ寝るって、そうあれも特徴が出ないから、普通のヴァンパイアだと特徴が出ないから、なんか特徴出さなきゃダメで、例えばすぐ寝るとかって言ったら、うん、俺は例えばって言ったんだけど、もう次の週には寝るようになってましたね。これまたどれぐらいかかったんですか。これは3日ぐらい。あ、3日で寝るの。本物じゃなくて、うん、赤の衣装を作ってたので、1回経験済みだったから型紙がもうある状態で作ったんで、うん、色を変えて、はい、簡単です。簡単っていうか、費用はじゃあこれは1000円くらいです。マジで？布代なの、1メートル何メートルぐらいのやつを買って、でも結構余ったんでそんなにかかってないかもしれない。まあでもそうやって聞くと安いと思うけど、これで誤解してほしくないのが、結局それでも3日かかってるとは、まあいろいろ下積みがあって、その型紙もあっての上じゃないですか。だからこれ普通に人件費に換算するとですよ、うん、普通に数万円なわけですよ。だからこういう人に依頼をして、だってこれが1000円でできたんでしょって言って、じゃあ僕は3000円払いますから作ってくださいっていう、ちょっとどういう計算法って、お前社会人やったことあるって人がたまにいるんで、そういうのやめてあげてくださいっていうね、うん、最近イラストレーターとかコスプレ作る人が結構苦労する人もね多いみたいなんで、皆さん人件費がありますからね、うん、あと見えてないところは想像で作りますからね、そういうのもあるからさ、ね、そういう技術量っていうのも入ってきますから、ね、うん、だから普通に考えると、これを買い取りますってなった時は最低10万円スタートですよ。最低10万円スタートですよ、うん、そうですね。あの人